じゃーん、皆さんこんにちは、こうやみです。今回はこちらのワイヤーを使って立体的な雫を作っていきます。まずこちらのワイヤーを適当な長さでカットします。ワイヤーをカットするときはハサミではなくこのようなニッパーを使います。シリコンマットの上にカットしたワイヤーをなるべくピンと伸ばして乗せます。乗せることができたらこの辺に透明のレジン液を出します。レジン液をワイヤーの上に乗せるように少し上に動かしてからすることができたらこの上にもう一度レジン液を乗せます。こんな感じでさっきの雫の上に一回り小さい雫を乗せることができたら硬化します。硬化することができたらこの雫をひっくり返してこっち側にも一回り小さい雫を乗せます。硬化します。硬化することができたらもう一度レジン液を重ねます。ここでできる限りぷっくりさせておくとこの後の作業が楽になります。硬化します。硬化することができたらこんな感じになりました。こんな感じになったら朝食カップにたっぷりと透明のレジン液を注いでその中にドボンと入れます。レジン液をまとわせることができたら硬化します。硬化することができたら何度か同じように透明のレジン液につけます。硬化します。よいしょ。何回かレジン液を重ねていい感じの雫型にすることができたら今度はこちら宝石の雫シアンで着色したレジン液につけます。硬化します。二度付けします。硬化をすることができたら、かわいい立体的な雫の出来上がりです。
ペンチで丸めて缶にすれば、このままチャームにすることもできます。またこのように透明で作ったり、他のカラーで作っても可愛く仕上がりますし、このようにパーツを封入しても可愛くなります。簡単にできるので、ぜひ可愛い立体しずく作ってみてください。